はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。2時ね、ちょっと前からね、うわーっとなってね、昼寝しようと思って昼寝したんです。ほんでね、さっき起きた、まあ約小1時間ですね、寝てまして、と思って電話もかかってけへんなと思って、ニュース見たら安倍総理辞任って、なんやそれ、5時ちょうたなと思って、私はてっきりね、ちょっと病気悪化してんだけど頑張るでみたいな、そういう会見かなと思ってたんですけど、まだ会見始まってないんですけどね、まあショックを和らげるためでしょうかね、辞任となって、株式市場下がってますね。まあその9月にですね、新しい自民党の総裁を選ぶということなんで、多分地方票というか党員票はできない、議員だけで選ぶんでしょうけどね、どうなんでしょう、仮に決めるんか、本選挙というか、本来やる自民党任期っていうのは、何やったかな、3年やったかな、3年ちゃうわ、2012年に決めたんでしょ、で、来年、そうですね、3年ですね、1期3年なんですね、自民党の総裁というの。で、自民党総裁が今議会で多数党である自民党、議会多数自民党でありますから、自動的にですね、総裁指名ということが行われまして、自動的にその総理大臣に選ばれるという仕組みになっています。で、自民党の総裁は来年の9月が任期でございましたからですね、3期目なんですけど、安倍さんが3期目の途中で辞めるということになります。で、どうするんでしょうね、その総裁選挙をどういう形でやるのか、議員投票でいくのか、本選挙になりますと党員票といいまして、自民党員に投票権がございます。で、党員票と議員票を積み重ねて、安倍さんがいつも選ばれてるわけですけど、党員票だけだとですね、石破さんという方が結構強いんですね。なんか知りませんけどね、アンパンマンみたいな顔した人ですけど、で、じゃあ党員選挙をやると石破さんが出てくる可能性があるんで、安倍さんとしては石破さんには譲りたくないというご意向があるようでございます。議員票だけでいきますと、これはまあ派閥の数合わせでございますから、まあ今一番安倍さんの所属する派閥、何派っていうんですか、まあ、知りませんけど、細田派っていうんですかそれが一番行さんあってですね、それにこう麻生派とかですね、その辺がこうくっついたりするとですね、議員票を集めて、石破さんにはならないだろうなと。石破さんっていうのは、石破派っていうのは20人いるかね、いないかね、まあ、そういう弱小派閥でございます。まあでも実力者というふうにされてるんですけど、ちょっと発言を聞いてますとね、石破さん、外交に懸念があります。で、私がね心配するのは別にあれなんで、内政なんてね、別に誰がやってもそんなに変わらない。今コロナですし、もう経済対策はもういやカンカンと第 2弾までやってしまいました。で、まあ第3弾やるかどうかというんですけど、まあ内政は誰がやってもそう変わらんやろなというのがあります。でも外交ということに関しては、安倍さん特に内政で、ね、大きな成果を出してないんですけど、外交ではですね、トランプさんとのこう友好関係もございましてですね、割合きっちりとなさったなというふうに評価はできるんですね。で、心配なのはね、今こうお隣さん韓国ですね、と中国と緊張関係にあるわけですね。で、その緊張関係にあるんですけど、これ大きなこう国際関係の中で日本がこうアメリカ側に立ってですね、その緊張関係の一端があるわけですね。だから韓国は関係ないですよ、まあ、あんまり関係ないですよ、ね、あれはひたすら韓国の外交政策が我々との緊張関係をもたらしているだけなんですけども、でもそのこっち側にとっては譲れないことがいろいろあります。で、そういったね、外交面をきちんと引き継げる人が次になってほしいなと思うんですけど、いない
有力な菅さんですね、官房長官、もうすぐ70歳ですか、今70歳ですけど、で彼ね、内政は固いんですよ。というのは、官僚をうまく抑えられるタイプというふうに聞いております。で、麻生さん。麻生さんは外交面では心配ないんですけど、お年80歳かな、で選挙で選ばれるっていう感じじゃないですね。麻生さんの場合はもうご高齢なんでね、あと3年やるかっていう、そういう世界ですから、その9月の総裁選びがね、本式に行くんであればね、任期3年なんですけど、仮に行って来年の9月本選挙やろうとか、そういうことになるかどうか知りませんよ。知りませんけど、それであれば麻生さんでもいいと思うんです。来年9月までの、まあ、リリーフということになりますけど、まあ、そのあたりがようわからん、今のところようわからんということですね。もうこれでドドーッと長田氏を覚えてますね。なんていうか、もうどうでもいいんですけど、私が心配なのはそこだけで、でにわかに河野太郎さんみたいな人がこう出てきてまして、まあ、この方外務大臣も経験してて、今は防衛大臣ですか、まあ、心配ないんですけど、この方がなると心配ないんですけど、ちょっとねこうどう言いましょう、暴走気味なところがあってですね、周りにさっとついてくるかなという感じがしますね。で安倍さんが鳴らした方、岸田さんっていう方がいらっしゃるんですけど、なんともこれがこう弱いですね。なんていうか、こうパワーに欠けるというか、今この非常時に、ね、岸田さんでいけるんかいなという、ちょっと心配が生まれそうな感じでございます。まあそんな感じでこう、安倍さんね、長いことをやったはって、約9年、7年、2013年から、まあ、7年半ですか、なさったわけでして、その間人材が育ってないなという感じがしますね。はい、で今だからね、新しい方が下手にね、中国と仲良くするとかね、アホなことするとね、もう日本の国際関係のポジションがもうガタガタになるんですよ。あれほんで韓国に対して下手に譲歩すると、まあ、この二国間のややこしい関係はまたなんていうか面倒くさくなって、将来に禍根を残すわけですね。だからここは一歩も引けないというところでやってるますもんで、次になった方が引き継いでもらわないとなんとも困るわけですね。で外交はそういったところ、要は中国と韓国の問題で、新しくできる大統領ですね、11月に決まる大統領と仲良くやっていけるタイプの方になってほしいですけど、まあちょっと暗淡たる感じになりますけど、あとは内政面ではですね、にわかに注目されるのが日本銀行の黒田総裁ですね。この方も安倍さんが任命したようなもんなんですけど、任期が2022年までございます。あと2年弱あるんですけども、23年まであるんですね。3年弱あるんですね。あと、この方がですね、安倍さんが終わってですね、もう終わりますね、9月に終わります。次の総理になった時に、まだその自らこう総裁を続けられるのかどうかというのがにわかに注目でして、この7年ちょっとのですね、黒田日銀総裁のやってこられたことっていうのはまさに異次元でして、もうなんていうの、どないすんのと、この後始末誰がどうつけんのと、お前がつけんのかって、つけへんやろって、逃げんやろみたいな、そんな感じなんですね。もう世の中のお金を5倍ぐらいに増やしてですね、ジャブジャブあちこちに供給して、こうやってバブルを生み出してるわけですよ、不動産に関しては。これをどうやってね、こう出口にするのかと。まあ別に黒田さん一人が悪いわけじゃなくて、世界中の中央銀行は同じようなことやってるんですかね。もう日本銀行は特にひどいですね。特に株までがいっぱい買ってるわけですよ。あれどないすんねんということになりますね。で次、セントラルバンカーの日銀総裁になればですね、これだから金融緩和っていうのが終わるであろうということは
も見えてますんで、そうなると株式市場はまあまあ今日下がってますけどね、下がりますし、何よりも不動産市場に大きな影響があります。なんで、まあ安倍さんはお辞めになると、だから次誰になるのか、その方が国際関係のセンスはどの程度なのかと、英語喋れるとか喋れない関係ないんですよ。菅さんなんか英語喋れませんけどね、あの人内政ばっかりやってるので国際関係やっぱり素人なんですよね。河野太郎さんは英語はネイティブ並みに喋るらしいですけどどうでしょうね。でもあの人内政に問題がありますね。問題があるというかちょっと心配ですね。で麻生太郎ちゃんはあれでしょ、年でしょ。で岸田さんはバランスがいいんですけども、いかんせんこう弱いわけですし、石破さんは国際関係に心配がありますね。で自民党内に反対勢力が多すぎるんで、多分政権が安定しないでしょうね。つまりみんなね、帯に流し、助けに短しっていう関係で、心配やんこれみたいなということでして、まあでも致し方ない、いつかは安倍政権終わるわけですから、まあ突然ですけども、突然やってきたなという感じでございます。で今後やっぱり外交面、あるいは内政における、まあ、金融政策ですね、という点を私は懸念をしておりますというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。